ここは森の中にこんな開けた場所があるなんて、クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。地上の建物は朽ちてるけど土台だけが残ってるんだ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。キャー！ライザー！ったく言わんこっちゃない。って、私はここだよ。だよな。じゃあ誰だ。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだったよね。ああ、タオも行くぞ。ああ、待ってよ。何が起こるか楽しみだな。強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしては上出来だぜ。一気にやっちゃおう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。あーっとだ、あ、もっと頑張らないとね。よし、勝てたよな。うん、なんとかなったよ。もう本当か、勘弁してよ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。ってのは大賛成だよ。ああ、早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。うん、女の子の危機を助けて帰還、レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。お
私はライザリンシュタウト。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。してそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったりかもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ何なんだ。うん、これは言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前前気をつけて戦わないと。くそ、行くよ。そこ、みんな、ごめん。今だ。しまった。くそ、こっちの攻撃が効いてない。ダメだ、逃げようよ。そうは言ってもその逃げ道にこいつがいるんじゃない。一体どうすれば。来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。その隙に何とか横をすり抜けて逃げろ。そんなことできないよ。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。誰？程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。一体あれは何。あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。錬金術。アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。分かっている、ビル。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。分かった。こうなったら俺たちも船着き場に行くしかないか。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すっごく胸がドキドキしてる。よし、それじゃあ腕試しといくか。気をつけて。おや行くよ。今だ。行くよ。おや今だ。行くよ。今だ。おや行くよ。そこ。今だ。行くよ。行くよ。せい。おや。もう終わりかよ。
あ行くぜ。せい。行くよ。今だ。そこ。せえな。おりゃ。行くよ。おりゃ。そこ。そこ。せい。せい。そこ。これくらい当然だ。中身はなんだ。さあ行くぜ。おりゃ。おりゃ。今だ。そこ。行くよ。もう終わりかよ。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか？やけに大きいけど。こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。花の周囲にいれば比較的安全と言える。つまりここなら気軽に休息できるというわけだ。今後あちこち出かけるなら覚えておくといいぞ。休んじゃおう。やっ、気をつけて。せい。おりゃ。そこ。そこ。せーの。いくよ。せい。そこ行くよ。今だ。まだまだ。やっ。そこ。そこ。せもう終わりかよ。気をつけて。おりゃ。おりゃ。行くよ。今だ。そこ。行くよ。まだ。まだ。今だ。今だ。行くよ。せい。おりゃ。そこ。行くよ。そこ。せえな。行くよ。さあどんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっと頑張らないとね。